フィリピの4の4を開いていただきたいとこういうふうに思います。えー、っと私の聖書では387ページですね。387ページということになります。フィリピの4の4。 はいお祈りいたしますいつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさいお祈りします天の様あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございますこれからの時を豊かに導いてくださいイエス様の名前によってお祈りいたしますアメン、えー、っと明日からですね イスラエルにチームが行きますえー、っと10月の26日明日27日ですねで11月の8日かな8日までこちらに行きますでえっとこのチームはいつもの派遣とはちょっと違う面を持つんですね、まあ、いつもの派遣はチームが行って皆さんが祈っていただくというそういうような形なんですがもちろんそ,その形はあるんですけども これは年度のスタートのチームとなるからですで私たちはですね年度の最初を11月にしなさいというふうに示されておりますそして今は年度の終わりなんですねそしてですねまあそれは示しがあったからそうしたわけですけれども具体的な理由は年度の終わりの十一月から十一月まで我々はイスラエルに行きます であのイスラエルというのは神の国の象徴ですよね。ですから、えー、っと私たちは、えー、っと霊的なイスラエル人でもありますから、えー、っと神の国人として神の国からスタートする、ね、そして、えー、霊的なイスラエルからスタートするという、ね、そういうことを主は語っておられます。ですから、えー、今回ですねあの一部の方々が行きますがそれはもう主の十字架全体が向こうに行くと。 こういうふうに思っていただきたいと。こういうふうに思います。そしてですね、新しい年度が始まるんですね。で、どうぞ皆さんね、その新しい年度における神様の導きとか、あるいは神様の言葉をね、求めていただきたい。ですから、チームを祈るとともに、ご自身が祈ると。どうぞ皆さんね、こたつに入ってみかんを食べて、あのソフトバンク阪神さんなんて見ませんように <laughs>。まあ見たっていいですけど、別にね。 <laughs> ですからもうあのともかく新しい一歩がそこでされるということをね覚えておいてあのいただきたいというふうに思いますで、えー、このところですね確かに大きな変化が起こってきているのを感じます、まあ、一つはリバイバルが起こってくるっていうことを主は語っているんですがその具体的な兆候というのをねこう見始めていますでえー、っと皆さんはね大きく用いられてきますのでね備えをしっかりとさせておいていただきたいと。 こういうふうに思うのですね。ですから、どうぞ、あの、覚えておいてください。そして、今日は、あの、前田宣教師がね、えっと、カンボジアから来てますので、後で、えっと、ちょっと証をしてもらいますけど、もどうぞ、あの、えっと、個人の働きのためにもね、あの、祈っていただきたいというふうに思います。そして、えっと、個人の働きにおいてもですね、ちょっと今までにない、ちょっと動きを感じてるんですね。今までのレベルとは違う技が、こう、大きく起こってくるぞ。 とということをね、えー、ちょっと感じてま,すまあそれはあの何かっていうと今までは神様がね孤児院の畑を始めてくださったんですが、まあ、神様が始めてくださったから全能だから、ね、何でもできるわけですけどまあ,あのかかってたのは死の重暇の周りにち,ちょぼちょぼみたいな感じでだったんですよねところがえっとねこの状況になってね大きく変化が起こってきてるんですね一つは何かって言いますと 個人で検索すると120万件ぐらい出てくるそうですね。でそれでですね120万件ぐらい出てくるんですがえー、っとね一番上にね1番に石の石個人が出てきたっていう人もいれば2番に出てきたっていう人もいれば2番と3番と4番に出てきたっていう人もいるんですね。そしたら今日のブログ見たら 言った通り120万件のトップっていうのは皆さんね最も人が見るところですよね。だから宣伝的に言えばねこんな場所はないのですねいろんな影響を与えますね。ですね。それとともにですね,ね会社やなんかだってそういう1番だとしては何百万も出してその位置を買うと思うんですね。だから特別な場所だからですね。 でそれとともにですね、えーっと、個人の働きに、えー、っと某有名ロックグループが救助してくださるという形で、ね、入ってきましたよね。あの教会を手伝っているわけではないので教会では名前を明らかにできませんが個人の方ではもうはっきりと出してますよね、写真付きでね。みんな驚いてます。 で彼らが助けてくださる助けというのは非常に大きな助けとなっているんですね。えっと、それとともにですね、えっと、去年あの、去年では今年度ですね、今年度、えっと、青木さんがねザンビアのこちらの孤児院がテレビに出ました、ね。1時間近く放送してくださったんですねで。その結果ですね、皆さんね、多くの方々に知られるようになってきたんですね。で今度はね、前田さんが出ます。えっと、今帰国して1月に 帰りますけど、もうこっちの方でインタビューが始まるってことも聞いてます。そうしますとね、今度はカンボジアの個人がね出ることになるんですね。あのそうしますとね、今までは我々の前でちまちまってやっていたことが <laughs> もっとね大きなレベルにこう広がってきてるんですね。で私はあのこの中に特別なね主の手があるということを感じます。でどうぞ皆さんね祈って,おいてください。あの個人の畑ね大きく広がって。 ますですね、で神様が言っておられるのはね今あの日本の個人も作ってるわけですが一つとは言ってないんですねいくつも作るっていうことを言ってもちろんいくつもできていくということを思いますしまたどうぞあのカンボジアの、ねえー、と働きのためにもお祈りください、えー、っと場所が狭くなってますしそれから大学に入れないといけないというね事柄も出てきてるので必要なんかが非常に大きくなってきてるわけですね。 であのどうどうあの祈っていただきたいと思うんですね。そして一つ見えるのは個人の働きがね主が言われたように非常に大きく拡大していくということをね感じますのでねどうどうあの祈っておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね年度のスタートはなされるわけですが逆に言うと今は今年度の最後ということになります。 で今日は今年度のえっと最後の礼拝なんですねあの日曜礼拝ですで来週はもう来年度の、えー、礼拝ということになりますそしてえっ、ー、と今年度の動きを見てみますと一つね特徴があることに気がつきますでこれはあのここ数年来予言を通して主が語っておられたんですが何を語っておられたのかというと,、えー、と世代交代でたくさんの方々が昇天していくっていうことね。 こう言われてたんですねそして、えっと、今年度我々に非常に関わりの深い方々はね商店されていきましたマーリン・キャロラーズ氏ですよね、えっと、去年あの11月,月今年度が始まりましたけど商店、えー、されたのは11月何日でしたか11ですよねで我々が知ったのはイスラエルチームからそのまま、えっと、チェコに行って直で知りましたよね具体的にねだからもう直後に商店されました それから、えー、と石川浩二先生も昇天されましたし、うん、それから、えー、と我々をねいろいろ鍵にひなたに助けてくださった蔡姉妹、ね、も昇天されましたし我々の牧師のショー牧師シカゴの牧師のショー牧師も昇天されましたし私の父も昇天されましたよねであの昇天されましたってしましたよね <laughs> であのいろんな方々の昇天があってで神様が語ったのは世代交代 っていうことを語ってたんですね。ですから、次の時代に今入り始めてるっていうことをね、非常に強く思います。そしてですね、その中で、えー、っと。私たちの歩みにおいてですね、重要なこう三人の方っていうのがいらっしゃいます。で、これは一人があの、新井先生で。新井先生のすすね声の学び。また新井先生の、あの、学びを通してね、私たちは育てられてきたんですね。まあ、これは一つ中心的なものですね。それとともに。えー、っと、ロバートユイン。 首都團運動の最初の方ですね老舗の人なんですけどで彼らを通して、えー、と私たちの首都團としての歩みさらにカリスマ、えー、福音的カリスマの立場教会観っていうのねそれがあの学ばされてきましたそれとともにですねマーリンさんを通しての感謝の教えですよね、まあ、これを通して えと私はね素晴らしい祝福と恵みをこう受けてきたんですよね。で、えー、そしてですねでえー、っとでマリンさんは昇点されましたけどね、まあ、一つ感じるのは、えー、っとマーリンさんを知ってよかったなと思うことですよね。で感謝と賛美の教えがいかに素晴らしいかっていうことをねあの体験してきました。もし 感謝と賛美の教えがなかったら、えー、といろんなことからに対する対応が違ったでしょうね。で対応が違った結果ですね怒ってくることもだいぶ違ったとこういうふうに思うんですね。そして、えー、と感謝の賛美っていうのは私たちの人生を変えるだけではなくて、えー、と神の働き私たちを通しての神の働きにも大きなポイントとなってます。 それとともにですね、今起こりつつあるリバイバルにおいても、一つの鍵であるということをね、感じるのですね。で、その鍵が与えられたということは非常に大きな意味合いがあります。そしてですね、感謝と賛美の,あの教えの中で、マーニーさんも言ってたんですね、それをあの引き継がしたいと、受け継がしたいと、こう,いうお,おっしゃってました。また、周りにキャルダシスっていうのはあれだけ偉大な方ですから、 もう世界にその影響は行ってるわけですよねですからいろいろマリンさんの教えをですね引き継ぎたいという方はたくさんいらっしゃると思いますで我々もねその中の一つですねでその中であの主がなそうとしておられることがあるっていうことをねあの非常に強く感じるんですねで某有名な牧師の方がねえっと説教で言っておられたそうです えっと私は、ねあのえー、ポイントを見つけたっていうことを言っておられたそうですねでそれは感謝と賛美であるとこうおっしゃってたんですねそれで私はあの毎月そこに感謝と賛美じゃなくて雲虹を送ってたので、ね、あの雲虹の、ね、社長ね今ね成田のホテルにいるんです <laughs> 成田のホテルにいるんですね今日の朝はや早く礼拝してからね 飛行機に乗って向こう行ったそうですね。あのー、まあ、明日会いましょう。<laughs> そうなんですね。えー、で、私ね、それを通してね、一つ感じることがあるんですね。えー、っと、これは私の独断と偏見ですよ。私はね、この事情を見て。あの、感謝と賛美のね、凄さっていうのをね、えー。あの、感じられたんではないかと。もちろん、あの、マーニーさんのね、えー、っと、メッセージはありますが、それとともに、皆さんの証があるでしょう。 それを通してね感じられたんじゃないかとこういうふうに思うんですね。で皆さんね鍵のないのはねこの「感謝と賛美」っていうのはえと神様の教えであり教えは一つ一つ重要なんですが鍵となるは教えなんですね。皆さんね鍵を持っているのと持っていないのと大きな違いがあります。ハワイにね12月に行くんですけどハワイに行って。 えー、そしてねの時にえー、っとあるところで降りてそしてジュースかなんか飲んだからなそして戻ろうとしたら「ああ!」とかなんかこう言ってんですよね。そはしたらどうしたのかっていうとえー、っとね鍵をねかけたままね閉めちゃった。閉めちゃったんですよね。えー、っとねそのチームに 行った人いますねいますよねであの鍵をかけちゃったのは誰でしたっけねまあいいですいいです <laughs> <laughs> あのいいですいいです <laughs>、ね、いや弓の牧師じゃなかったじゃないですかね,ねえねねライバルでしょ <laughs> <笑><笑>あのおそらく <laughs>、いや違うぞって言ってるかもしれませんけど <laughs>、違うんだったらちょっと電話かけて、てるちゃんかなんかに言ってください <laughs>。そしたら違うって言いますから <laughs>、そういう感じですよね。そしたらね、もう何やったって開かないのですよ、皆さん。鍵のないことはダメですね、皆さんね。そしてね、皆さんね、クリスチャン生活を送っていて、あの教えの鍵を持ってない人は、 ダメです。皆さん。鍵ですよね。それで皆さんね。この感謝が鍵なのです。皆さん。鍵なのですね。で、皆さんの人生において大きな祝福とね。技を開く大きなポイントとなります。ですね。で、その方がね昇天されたんですね。ですから、えっとその時にえっと賛美と感謝の。 あの引き継ぎっていうことを考えてみますとねさっきも言ったようにいろんなところにそういう方々いらっしゃるでしょうけど私たちもねその一人ですであのそれを通してねさらに神様の素晴らしいえー、っとね働きと技をね体験してくださいそしてね表すのですねそして皆さんね、えー、っと伝えていくとちょっとね最近あのマリニーさんが亡くなられて外部で奉仕をしますよね その時に、えー、っとね、すべてが益となるということと感謝を組み合わせたメッセージをするんですけど、えー、っとね、人の反応はね、ちょっと違いますよね。そしてね、あ、神様は確かにね、あのこのことを伝えさせようとしてるぞっていうことをね、あの非常にこの強くを思うんですね。そしてですね、えー、っと、この時に一つあの感じることがあります。何を感じるのかって言いますと、 眞橋教会でまず伝道師になって副牧師になって牧師になったんですね。その時に、えー、っと私ねよく外部から呼ばれたんです。ですからいろんな教会に行ってあの奉仕をしてきました。で,す、ねでえー、奉仕をやっていてそしてですねある時ね主からねちょっと言われちゃったんですね。何を言われたのかってね今出る時ではないとこう言われたんですね。 でどうして出る時ではないって言われたのかっていうともちろん説教する時はね神は愛とか私たちは罪人で十字架によって癒されるとか求めなさいそうすれば与えられますってそういうメッセージを普通にやっていたわけですね器用に。ね、しかしあのまだあなたに、えー、伝えるメッセージは私は与えてないとこういうふうに、ね、言われたんですね。 それで私はですね、時が来るまで出るのやめたんです、ね。しかしね、今は私ああ、きっと伝えるメッセージがあるってことを感じます。一つは感謝。それからもう一つは聞き従うということ。まあえー、と聞き従うということはね本で書いてありますね。あと、予言のことです。予言のことですね。ただ、えー、とこの事柄は、えっ、ー、と、 私個人の奉仕に関わる事柄ではなくて教会全体の事柄であるというふうにね感じます、ね、なぜ全体な事柄であると感じるのかというと皆さん皆さんを通してその働きに預かっている人多いでしょう例えばねキハル牧師が中国に行った時にあの中国の地下教会の方々はね予言の話を熱心に求めてきたそうですねだからそれを通してねえー、っと 神様の大きな技をなをしてくださいましたまたそういうことでえっと皆さんもね招かれる方々多いと思うんですね。でこれは皆さん教会全体の事柄であって皆さんがそういう働きを通して主の祝福を受けるとともに伝えるってことは重要であるということをね覚えておいてください。もちろんあの保仕者の人はいろいろ使わされていくでしょうしまた保護者でなかったとしても。 いろいろな機会の中でねそういうふうな証しとか話に導かれるってことは多いと思うんですね。でまたあの主はこの教会にいろんなところに使わせて技を成すってねことを言っております。それは私に限らずえ多くの方々にそう言ってるわけですよね。例えば昨日だってえっとなんかギフがねあの池田さんとともにね憲法9条の ね、弁護士さんたちのいる集会に招かれてねだから、あのー、ヨハネ君が難しい顔してやってきてですね <laughs> あのー、消費税問題とかなんか言い始めるからあ何が起こったのかと思ったらその憲法9条の集会が悪かったんでそこで賛美してきたわけでしょねそれとともにですねえー、っと同日にゴスペルシードと それからサトピーとショコちゃんと、あのそれからえとラスボードか。ラスボードが異色学会で賛美してましたよね。そしてそれ以外にもいろんなところで賛美してるじゃないですか。チームがね、散ってるんですね。で、それとともに、例えばあのメッセージの,あの事柄においてもですね、先ほど三本松さんから言われたんですね、8月14日、いいですか っていうからねおじい,いいですすっって言ったんですねでねその時私が思ったのは三本松さんたちが誰かに招かれて席をしに行くんだなと思ったんですね「いいです」とかなんか言ってねあのそれで「えー、それあなたです」とかなんか言われて <laughs>、えー「ええ?」じゃあよくないみたいなね <laughs> あの日程の問題があるから <laughs> そういう感じですよねっていうのは三本松さんとか前田さんとか他の方々でもいろんなところに行き始めてるでしょ皆さんねで主が言われたとおりですよね もっと皆さんね、神様はね、その働きを強めてくださいます。その時にあの私たちに必要なポイントがあるってことね、捉えておいていただきたいというふうに思うんですね。そして一つは、えっ、ー、と個人の働きなどとか、働きの拡大っていうのをね、感じます。それから皆さんの、えー、と働きの拡大ですよね。拡大ですよね。それとともにですね、えーと 教会はね大ききく伸びてきますあの一つ前にこう言ったようにですねえー、っと教会の成長っていうのは富士山みたいなもんでまたここがトップだとするとですね裾野ってあるんですね裾野が広ければ広いほど皆さん人が使われてきますで今皆さんねあの種の樹皮下の裾野ってものすごく広くなってるんです,ですね、まあ、一つは皆さんね賛美体 もうあの安定家協会だけども何チームいます皆さんね十何チーム20チームぐらいいるんじゃないですかねだって高円寺出たらあっちにもこっちにも首脳塾の人ですもんねあの歌ってますよねそしたらえっとね流し入れてきた例えば幸福のトゥルブバイが言ってましたある集会に行ったらねテレビに出てるあのえなんだっけえっと有名な人が 出てきたんですよあ,あの地域でねあの, <laughs> あの地域でね <laughs> 有名な方が出てきたんですって <laughs> そしたらね言われたって「桜座で歌ってましたね」って「よく歌ってますね」ってね向こうに知られてるとは思わなかったと <laughs> そうしましたらねあの、四日市の知る人節がね先日えっとファミリーレストランでご飯食べようとして行ったんですねそしたらね そのウェーターの人がねあの駅で歌ってましたねだから皆さん賛美チームの人ね食べるものに気をつけましょうそしたらギュッストが昨日ねあのどこでやってたの四谷四谷かどっかでやってたでしょ浜松町田町かあ,あ渋い町でやりますね田町っていうのは <laughs> ちょっと渋いね <laughs> そしたら 前に通りかかった人がねあの義仏の大分での集会に出た人で技術ですかってこう言ってるんですよねで、皆さんね賛美隊が出てるんですよ賛美隊が出ることによって一つ霊の戦いがなされてるということとそれから触れますよね精霊様がね触れてるんですそしてねたくさんの人に顔を覚えられてるんですよねそのままね広がってるんですそれとともにインターネットの畑がありますよね 今、ンテオーケー協会のインターネットは、えっ、ー、と、大体6万ちょっとです。えっ、ー、と、1週間のアクセス数が。だから、凄まじい数アクセスされてるんですね、皆さんね。で、これは何を意味しているのかって、皆さん、今までになく、そのが広がってるってことですよね。で、皆さん、これ爆発していきます。爆発していきます、皆さん。あの、大きな技が起こってきますので、皆さんね、あの用意をしておいていただきたいと。 いうううに思うんですねそれとともにですねえっとちょっと風の方向がね違ってきてるぞっていうことをねちょっと感じるんですねそれでえー何で感じるのかって言いますとえっとチェコの方から連絡があったんですねでえっとチェコに行った時に榊牧師がですねと やっぱりねえ皆さんはえといつも定期の場所にいてほしいですよねで定期の場所にいないと不安定な感じになりますよねで榊星帰っちゃったのかな今日はあいるんだ後ろの方にいるんだあれ榊星いないんだよねあそうですねはい今頃噂になってるって分かんないと思いますよね えー、そして、えーっとあのー、チェコに行った時に坂木吾氏が、ね、相手の教会の、あのー、牧師と信徒の方々に「お土産です」ってね私のね予言の本を、ね、渡してたんですよね。であの私ねああと思ったんですね。だって何かってうとお土産ってのはねお菓子とかそそチョコレートとかそういうもんじゃないですか。ね、自分の本を渡すっていうのは、ね、こうなんか押し付けみたいじゃないですか。 まあ私が渡してないからね榊牧師が渡してるんだけど「うー困ったな」みたいなねあのそういう感じだったんですねところがね主がそういうことをももあの用いられるんですよねそしたらあの予言の方を見てそして翻訳するっていうことが示されて翻訳してくださったんですよねで今ねほとんど翻訳が完成してるっていうことですそれとともにですねあのこのことを、あのー、言ってくださってるんですねそれは何かって言いますと えと予約販売、あの予約がもう入っていると、まあ、これがね、またあの難しいところですよね。予約したって一人かもしれないし、ねあまあ、もしかしたらサリーさんが予約したのかもしれないし<笑><笑><笑>ませんしね、夢を見ておこうと、こういうふうに思うのですね。えー、そうしますときにね、予言というのは逆でしょ、ちょっと誤解されたり、抽象されたりしてますよね、しかし、予言の予言を見,見ますと、明らかにあの予言の時代になる。 ね、素晴らしい予言のポイントを通しての神様の働きが進むっていうことをね見てるのですねそうしますとねあのー、この風の向きは変わるなっていうことをね感じるんですね、えー、そうしますと、ね、皆さんね風はねまだね逆風はあるんですがちょっとね違う風が吹いてきてるんですねでそうしましたら昨日台湾から電話がありまして台湾に行ってこの間ねチームが行って奉仕しましたよね でまた同じように榊さんが <laughs> あのー、予言の方をねあの無理やり渡してくださいましてですね、えー、そしてね困ったなと思ったんですねそれはあの大学教授の牧師だったからですねホーリネスのですねああと思ったんですねそうしましたらねそれが死のポイントであってちょうど予言を熱、ね、心に求めてるっていうところだったのですよねそしてですねあとはもう質問攻めでしたよね そしたらねあの、昨日電話がかかってきてそして、えーとね、白馬のキャンプに行きたいと。えー、冬にたまもの賜物の訓練キャンプがあってね、予言に関して学んでまた訓練するキャンプがありますから、えー、予言に限らずね、いろんな賜物ものですけどね、それに出たいというふうに、ね、言ってこられてあのびっくりいたしましたねあの長老の方々は、ね、その方が来たらどうするんでしょう 上がっちゃううででしょうね,今すぐねでその中でねちょっとね流れがね大きく変わってきてるぞっていうことをねと感じるんですね具体的にねそしてね確かにあのリバイバルに向かっての歩みが始まっているっていうことをねあの覚えておいていただきたいとこういうふうに思いますそれとともにですねえと今日あの決定したことがあるんですねそれは何が 決定したのかって言うとね。今、の賛美の畑にはいろいろなところが来てるでしょで、えっとね。かなりあの大きく進むようになってきてるんですね。で、金銭絡みのこともできてきてるんです。もちろん金銭がかかったら、その各チームが税金をね。払うという形になってますが、えっとプロダクションを作らないと。いけないなということをね。市から示されてるの？とま、これからの働きのためにはそれが必要であるということを示されたので。 えとね、プロダクションを作るということになりました責任長老会で決定いたしましたそしてえー、っとプロダクションの名前はねザ・ビジョン <laughs> ザ・ビジョンですよねね、あの英語をよくわきまいてる人の名前でしょう皆さんねザ・ビジョン <laughs> でこれからあのプロダクションとしての働きに もうすでに入り始めてるんですが本格的にやろうというような形になってますですからねどうぞあのお祈りくださいますようにお願いいたしますもうすでに EJ さんやなんかアメリカで動き始めてますしス,トスティーブさんはそういうようなあの働きのトップの方ですからねいろんな課会の中で海外では動いてきていますで国内においてもね具体的にそれをやろうというような形で、えっと、今動き始めましたのでどうぞあのそのことをね 覚えておいてあのいただきたいというふうに思います。それでえっと聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね。これはあの今年度の御言葉ですがこう書いてあります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさいとこう書いてあるんですね。喜びなさいってこう言ってるんです。喜びなさいってこう言ってる。 でもちろんあの喜ぶあの、えー、っと材料はいろいろあると思うんですよね。例えばあのご飯食べるとき喜ぶでしょう、みんな。そ、ね、してね、私ね、ちょっと発見したんですよね。何かっていうと、あのブログでねあの、女の子がすごい食べますね。な,なんか、心があのちょっと緩んじゃうんですかね。 うわーすごい食べるなぁってびっくりしましたよね。具体的にですね。いいです。これは勝手にこちらが感じてることですよね <laughs>。食べることに喜びを持ってる人多い,多いじゃないですか。それ以上に寝ることに喜びを持ってる人は多いと思いますよね,ね。ですよね。で、喜びなさいっていうのはそういう喜びではないのです。例えば阪神ファンの人はね。 昨日勝ったからまあ今日どうなってるの負けてんのかな今日は。<laughs> 今日勝ってんのかな <laughs> そういうことに喜びを持ってるかもしれませんがこの喜びなさいっていうのはそういう種類の喜びのことを言ってるんではないのですね。もう信仰の喜びですよね。で私たちが人生を送るにあたっていろんな問題とか困難とかあるいは失敗もあったりするかもしれませんね。どうしてこんなことが起こるのかと思うこともあったりしますよね。でその中で我々は戸惑い迷うのですよね。 でもね、感謝の教えを知ってるっていうのは強いですね。なぜ強いのかっていうと、皆さんね、解決を持ってるんですよね。で、私たちは分かりますね。全てのことを感謝だから、それ感謝する。どうして感謝するのかと,とそれを通して、主はね、私たちを立て上げる。信仰を立て上げるっていうことと、また、その後ろにね、神の素晴らしい計画と技があるのです、皆さん。そしてですね、 それが喜びのもとですだから皆さんがね困難の中にあってもこれは喜びなさい問題があったとしても喜びなさいどうしてこんなことが起こるかっていう状況が許されていても喜びなさいというこういう言葉なんです皆さんね。そうするとねある方は言うと思うんですね「思い込みはね強いな」と「信じるものは幸いだと」とねこう言います。 しかし皆さんね神の言葉の威力を知らない皆さん神の言葉はね強烈な力を持ってるのですでも神様は全能ですがどこで現れるかって皆さん神の言葉を通して現れるのですあの全能なことを知るのはね誰が知るのか皆さんね神の言葉に立つものにそれが現れるのですね見当たりき現れるんですね素晴らしい技と栄光がねこう現れていきます で、で皆ささんん喜んでください信仰を使うものに主は技をなすんで信仰を使うっていうのはね主の言葉を通して、えー、っと希望を持ちそしてね主の言葉を行う方です。えー、っと皆さんねちょっと考えてみてねあのー、いろんな問題とか困難に対して希望を持ってますか、ね ああこの問題は駅になるとかこの問題を通して主が現れるとかねこう、あのー、思ってますかねも,もちろん思ってるってね別,別に言ってないのにこうやってる人もいますから <laughs> ねいらっしゃる方もいらっしゃると思うし諦めてる人もいるでしょうで皆さんね諦めがダメなのですもう諦めちゃダメ あのね才能はなくても持ちろれます。いいですかこれはね、才能がないことを嘆く必要はないのです、皆さん。才能がないったって、そんなの関係ないです、皆さん。もう神が働けば、えーね、神の弱さは人の強さよりも強いんだから、すごいのが出ますよね。例えば、才能から言えば、私はね、体の才能がないのです。ね、入院して、真、え、相、ー、に,になったのを2回、3回、手術で2回、真相になってね。 それで長くは生きていけないって言われましたね、虚弱時で。ね、小学校の時はね、あの、変なあったかいところに連れていかれそうになりましたよ。千葉のね、あったかいところにね、連れていかれそうになったんですね。でも今考えてみるとね、大森、ね、東京の大森から千葉って大して変わんないじゃない <laughs> ね、でもそういう時代だった <laughs> ね、沖縄に行くとかね、 石垣に行くって言ったらあるいは台湾に行くとかねそういうのはあったかいところ行ったなと思うんだけど東京の思いからね千葉のね木更津辺りにあまた思い出しちゃった長門牧師との長い因縁年, <laughs> <laughs> 年月を超えたあの因縁ですよねあの辺にいたんです彼も,彼も私の先祖もねあの具体的にでですねでそういうい状況だったんですね。 で、その時にねちょっと感じるんですね。わしね体の才能はね全くないのです。皆さんところがね主が働いたでしょ。ね。だからまああの、えー、と何度も聞かせて悪いんですけどでもいつも皆さんお疲れのようだからあの私は言いますが先週先々週ね私アメリカ行ってたんですねで。火曜日にロスに行ってね、17時間の時差。 そして水曜日にデンバーに移って1時間の時差、そして木曜日にニューヨークに移って2時間の時差、でニューヨークから金曜日に東京に戻って13時間か11時間の時差、ねえー、とそれで土曜日に戻ってきたんですね、そして、ね、あのうちに電話かけたんです、うちの妻に、奥さんにねあのちに、ちょっと早めに着いたから映画見に行かないって言った そしたらですね、疲れるから嫌だって <laughs>、ね、ずっとうちにいるのに、しょうがないから1人行きましたよ <laughs>、ね。<laughs> そしてね、えーっと、日曜日はね、6回説教して、ね、朝ご、あのー、5時半の早退から始まって、6回説教してね、そしてね、月曜日からね、北陸行った、北島さんと一緒ですよね、あのー、北島さんと一緒、ね。そして木曜日に帰ってきて、そしてね、 金曜日からね、金曜日はね、甲府に行って、夜11時が行ってたんですね。で、11時から11時半まで、イスラエル徹夜。11時半から12時まで、コロゴスペル徹夜。12時からね、インターネット徹夜祈祷やってる。だから皆さんね、2日前は徹夜機とらそしてね、昨日はえっは、と、朝6時56分の新幹線に乗って、豊橋に行って、 そしてね、富士に回って、で、帰ってきたんですね。あの夜7時頃帰ってきたのかな。それで、今日の朝ね、えー、や,やってね、あのー、装点やって、でね、6回目の説教かな。6回目の説教ね。で、あの皆さんお疲れでしょうけども、<laughs> 皆さんね、私もお疲れしてるのですね。でもね、あの思うんですね。何が思うのかっていうとね、私ね、皆さんの体の、 あのー、才能に比べてねまるでないのですでもね主の助けがあるとちょっとレベルが違う強さになりますよねだから皆さんねえー、っとね才能がないからといってね神を恨まないこと皆さん、ね、才能なんてきます技が起こりますだって私はね全然ダメなところで主が働くんだからこれですよね えしかしね、皆さんね、才能のないことは何も不幸をもたらしませんが、信仰のないことは神の命名義を遮断するってことが起こってくるんです、ね。信仰がないっていうことは死の言葉に立たないということですよね。で、皆さんね、感謝してください。そしてね、期待してください。死の働きが起こることを。そしてね、えーと、済むのです。 <coughs> その中であの神の、ね、素晴らしい栄光が表されてきます。あっ、榊さん来たんですね。たまたま榊さんがですね、ちょっとあの噂になっていたので、噂になんてた、変なこと言ってませんよ。<laughs> そういうい、ね、上で明日からイスラエルから何かやってたんでしょうね、おそらくね。あのそういうような形ですね。それとともに、ね、皆さんの働きもそうなんです。働きもそうなんです。 あのこれはね気をつけないといけないんですねえー、っと皆さん、ね、言葉が土台となりますそしてね言葉に期待をしそしてね従う中で主の栄光がね現れてくるっていうことをねどうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思いますそしてですね神様はね今大きな刈り取りをしようとしてるんですね刈り取りをしようとしてるんですねそしてね皆さんがその素晴らしい、えー、刈り取りのね 恵みを受けますあのー、クリスチャンっていいですねあのー、一つね思うのは、えー、ちょっと前までの方はね本当に神様に献身的に仕えてお熱心に仕えてしかしね主の技が起こらなかった、ね、でもその熱心に仕えてねそして神様の見心を行ったというのは素晴らしいことですよねところがね我々はね必ずしも、ね、一生懸命我々にはやってるつもりですが ねまあ、それらの方々から比べれば恥ずかしいかもしれませんよね。ところが時なんです、皆さん。時なんです。時ってのは何を表すかって、皆さんね、主が働いちゃう。だから皆さんね、皆さんを通してね、すごい技が起こったからといってね、皆さんね、間違えないように、時なのです。時なのです。そしてね、あの,主の働きというのはすごいなと思いますよね。こういう感じですよね。 うん、半歩前に出なさいとね出たと上を向きなさいとてを向いたと口開けなさいはねそうしたら、ね、おまんじゅうがねそれで3回かみなさいかもう1回口開けなさいあそしたらお茶がギャー <laughs> いやそういう感じですね <laughs> じゃあ,あのやっておられるのはどなたかっていうと神様ですか皆さんね だからね神様を叩いてくださいね。そしてあの神様の技が起こったら叩えるってことは必要ですが皆さんは技が起こる前に皆さんの人生においてね神様の素晴らしい栄光が表されるからどうぞあのそれらのことをね覚えておいてください今日はあのえっと前田さんに証しをしていただくので早めに終わりますお祈りします天の様、ま、どうぞお人よお人のうちに豊かに働きさらにご良こと宮様を表してくださいますようにお願い,いします、えー、告白をするときに 告白をするんですが、ちょっと信仰の告白がちょっとずれてる方がいらっしゃいますえ。これは示しを土台とした告白ですので、この示し、約束の言葉、あるいは示された言葉をはっきりと捉え、その上で告白をしていくということが重要です。手のすどうぞ豊かに導き、三円用横と宮沢らしてください。何か答えられなかったことがあって、ちょっと神様は恨んでる方がいらっしゃいますが、えこれはその人の誤解です。その事柄に関しして詳しく主に 聞かなければなりませんそのとき明確に主はそのことを表してくださいます手の妻まどど豊かに導き最後よことみはずを表してください示されたこの約束があるんですが何かそれがちょっとすごすぎてこれは違うだろうなと思っている方がいらっしゃいますこれはちゃんと祈っていくようにそして確認ができたらそれを握っておくようにそれは確かに主のときに成就します 癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔や改めのな時に転もしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様に生きる神の身が豊かに一人一人の体と精神に触れ、癒しを行ってください。イエスキリストのみにやって病の力を打ちこれイエスキリストのみにやっておいしそうその体の精神から甘のりを抑え。これイエスキリストのみにやっておいしそうその体精神を癒やされよ。癒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 されよ。 鼻がちょっと悪かった方がいらっしゃいました。目が、この霞目の方がいらっしゃいました。腰の悪い方がいらっしゃいました。イエス様の名前によってお願いいたします。雨。それでは、えー、っとまず、あのー、賛美をしていただいて、その後、15分間くらい、えー、前田さんに、えー、っと証をしていただきます。でその後、セミナーにしてもらいます。